皆さんどうもこんにちは、井上弘之です。今回の震災、本当に皆さん驚いたと思います。戦争後初めての、苦しい状況を日本の人たちが、私たちが体験しているんですけども、ぜひこの苦しみを、乗り越えていきながら、復活し、また世界に踏み出すような日本に発展していけたらなというふうに思います。私たちのできること、私もできること、講演会も含めて、現役の講演会も含めて、やれること、いろいろ本当にしたいというふうに思っています。共に頑張ってやっていきましょう。